はい、今回ご紹介のお部屋はマークス横浜坂東橋、坂東橋駅ブルーライン坂東橋駅徒歩1分の71平米 3LDK の4階のお部屋のご紹介です。玄関ではですね、両サイドに、トールサイズのシューズクロークがあります。同じような感じですね。で、こちらがトイレですね。トイレ広いですね。TOTO製のウォシュレットで、上には釣り戸棚と、まあ、ちょっとしたこうカウンターですね。壁掛けリモコンもついています。で、その奥に行くと洗面室ですね。洗面化粧台は三面鏡になるタイプ、裏が収納スペースになります。で、奥が洗濯機置き場とバスルームですね。フルリノベーションですので、バスルームも、設備新規交換してあります。追い炊き、浴室乾燥機、ついてますね。はい。で、洋室が 4.8 畳です。フローリングはまあどっちかというとナチュラルな感じで、部屋が広く感じますね。クローゼットもまあ標準のサイズです。で、もう一つ 5.6 畳の真ん中に、洋室があります。角部屋です。全部窓がついてます。クローゼットもまあ標準的な大きさですね。で、キッチンがちょっと個室というか独立したキッチンになってます。キッチンも白基調で、まあ、清潔感がありますね。特に食洗機などはついてません。釣り戸棚と、あとはビルトインの浄水器内蔵型の水洗ですね。はい。で、リビングダイニング、まあ、ちょっとキッチンまで表記は入ってますけど 14.7 畳ですね。まあ、十分広いと思います。で、隣に可動間仕切りで 5.8 畳なので、オープンにしていただければ20畳ぐらいの開放的な空間として使えますね。で、このお部屋の特徴としてはクローゼット、このクローゼットがもともと押し入れだったんですかね、非常にこう奥行き、そして幅があります。で、上部も、まあ、天袋のような収納になってます。パイプハンガーもついてます。広いです。この空間は結構広いですね。で、このリビングの窓際にも天井までの高さの、物入れ、これも便利ですね。棚板は可動式になってます。物入れがついてます。で、バルコニーには、バルコニーはちょっとやっぱ狭いと思います。洗濯物はここに干すんでしょうか。前には建物が、まあ高い建物がないので圧迫感はないですけど、まあ、どちらかというと西向きですね。西向きのお部屋になってます。そうですね、西と北の角部屋ですね。はい、以上マークス横浜坂東橋71平米 3LDK のお部屋の紹介でした。